について、ヒグマのような動物が目撃されています。建物の中に入ってください。昨日午後10時過ぎ、愛の里四条2丁目で自転車で帰宅していた20代の女性から道路を横切る熊らしき動物を見たと警察に通報がありました。体長は2メートルほどだったということです。また今朝8時前には南西におよそ 1.4 キロ離れた愛の里、南東におよそ 1.4 キロ離れた愛の里2条6丁目のテニスコート付近で登校中の小学生の男の子が熊を見たという通報がありました。向こうかと思ってたらここ。もう私30年以上なるけど見たことない熊は。警察のパトロールで熊は見つかっていません。足跡や糞などの痕跡もありませんでした。熊が目撃された付近の小学校では全校児童およそ800人で集団下校を行っています。愛の里地区の3つの小学校では集団下校が行われ、子どもを迎えに来る保護者もいました。今日熊が近くで出たっていうこと聞いてどう思った？怖かったです。あ、やっぱり心配ですね。まだ小さいですからね。お母さんがお仕事なので代わりに迎えに来ました。見たことないのでちょっと怖いですね。3つの小学校では明日も見守り登校を実施する予定です。